せない風景ね、ぶちかませやるぜ後悔ね、どこからでも見えるぐらい壮大ね、新しい予感が胸を抱いて鳴らせる、辛い日々もあった、いつか必ず成長せず、ワイドショーで舞い踊るようにコメントってのがアイドルの最高の成功者って芸能界には抵抗感湧き起こる不審通場所もポロッとライカ夏ぼっくれ、セカラドなど騒ぐ前に己の身の振り方、もう一度その目、俺の闇、君の悩みを聞かせてよ、きっといい助けになるよ、君の力になってやるぞ、ギター悲しさや朝にさえも意味があるとはよく聞くけど、